皆さんこんにちは、サルです。今回はタープでテントを作ります。似たような動画が多いのですが、 3×3 の小さいタープで広いテントを作る動画が少なかったので、キャンプ場でサクッと見直せるように要点だけまとめました。必要なものはタープ、ポール、ペグ、ロープです。地面は 2m×4m あれば大丈夫です。では早速いきましょう。最初に向きを決めますが、景色や日当たりは二の次です。出入り口が風上にならないことが最重要。この時は風が弱くて自由だったので、画面に向かって右側を出入り口にしました。屋根の上に3つのループが並んでいる向きが出入り口の向きと一致しないようにタープをセットします。理由は後でわかりますが、ループが並んでいる直線がシートの強度が高くなっているからです。ロープは3つ使います。最初にポールを作っていきます。出入り口用の1本は先に組み立てておき、残り2本を今から二股化していきます。ポールは伸縮式のものでもいいんですけど、短い方がやりやすいです。クローブヒッチを使います。輪っかを2つ作り、2つ目の輪を下側にして重ね、その中にポールを通していきます。撤収の際に引っ張ればほどける結び方がベストです。ポールにロープを縛り付けます。ポールが短いのでやりやすいです。で、2本を束ねて5回ほどぐるぐる巻きます。綿のロープの方が多少伸縮性があってやりやすいです。束ねたポールを開いて、先ほどとは違う向きにまた5周ほどロープを巻きます。さらに向きを変えて5回ほど回します。この時もしポールが長いと、映っているような簡単にはぐるぐる巻きにできません。短くバラバラにできるポールがおすすめです。あとは手を半回転ひねって2回ほどポールにかけて引っ張れば固定されます。どのような結び方でもいいのですが、この結び方だと解くときが簡単なのでおすすめです。これでがっちり固定されました。ではポールを組み立てて180センチにします。次にペグを使います。私は軽いのでアルミの三角ペグを使ってます。ここが大切なポイントなんですが、両端の2つのループは使いません。ペグを打つのは真ん中の3つだけにします。180センチのポールで長さを測って、タープを少し折りたたんでペグを打ちます。3本の並んだペグが2列、180センチ離れて打った状態になります。このように寸法を測って設営することで、直角三角形に近いテントを作ることができます。これで合計6箇所ペグで止まりました。二股ポールを持ってきて、映ってる位置に立てて、タープの中央のループを上にロープで引っ張り上げます。これでポールが自立します。左右からタープで引っ張られている状態です。先ほどの結び方ですが、折り曲げて2本にしたループを通して一方のポールにかけたら、半回転させてポールにこういうふうにかけて、で2、3回繰り返して引っ掛けて引っ張っておけばロープは外れません。このような四角錐の形になります。では閉じる側の方に行って、端から2番目のループ同士を1つに重ねて1本のペグで地面に固定します。四隅は内側に入れておきます。では出入り口側を作っていきます。このロープは6メートルほど必要です。最初に真ん中に輪っかを作りますので、3回ほど回して一番左を右側に持っていき、
さらに一番左を右側に持っていって輪の中を通します。結び目が左右対称になるように調整しながら上下左右に引っ張って固めたら、出入り口になるタープの部分をポールで留めます。タープを斜め上に引っ張るぐらいの方が綺麗に貼れます。はい、少しね結び方のね説明をねするのが難しくって別の絵にしてるんですけど、ループを通してポールの先端に引っ掛けて、で半回転させてポールを通して引っ張ります。さらに半回転させてまたポールを通して先ほどの結び目よりも下で引っ張れば固定されます。先端はねこんな感じでロープが結ばれております。はい、では2箇所ペグダウンしていきますが、ここはですね風が吹くと結構煽られる部分なので長めの23センチにします。キャンドゥだったかな、なんかダイソーにもね似たようなの売ってました。でこれアルミで軽いんですけど、今までの16センチぐらいのやつと違って23センチありますから、まあしっかり地面をホールドしてくれますし、 Y 字型のペグなので回転にも強くって、まあこれだったらねそこそこ大丈夫だと思います。100均のこのペグはおすすめです。で、ロープ2本を普通のねよくやる結び方なのでね、あえて説明しませんけど、まあ、引っ張ったらね長さが調整できるような形、どんな方法でも、まあ、皆さんが知ってる方法でいいと思うし、調整自在金具ああいうのをつけてる人はねその方が簡単でいいですよね。はい、まあ私今持ってなかったので手で結びました。でテンションをきちっとかけ直して引っ張れば、はい、ここまでは完成となりますね。あとはですね、両端ダラーンとなっているところを引っ張ってきちっとねペグダウンしておけば、奥行きのねなかなか広いスペースができますので、ソロだったらねもうこれ十分じゃないかなと思いますね。はい、こちらが出口の方ですね。で後ろ側ちょっとダラッとなってますね。こんな風にねなっちゃうこともあります。よく伸びる素材のタープとかだったらねギュウギュウ引っ張ってからね伸ばして閉じた方が綺麗に貼れますよね。はい、これ私金槌ですね、ダイソーで買ったやつ、こんな風に引っ掛けて抜けるのでね三角ペグはねすごい便利ですよ。タープテントってペグをたくさん使う場合があるので100均グッズはありがたい。で、閉じときますね。もう一回テンションをかけ直してこれでピンとしました。あと一番奥ですね、一番奥がねやっぱりみっともないというか中から入ってねなんか、気持ち悪いのでここを解決しておくためにまたガイロープ、これ5メートルありますけどね、これも本当は 3.5 メートルぐらいで十分ですね。であんな風に、外側からね入れまして、で中に入ってね処理をしていきます。中に入るとこんな感じになってますので、外側からね入れたやつの一端を出してここにまた結びつけます。これもなるべく簡単にね引っ張ったらほどけるように今結んでますので、まあ二重にして通して2回ね輪っかの中を通すんですけど、そしたら出来上がりですね。ちょっと解説しますね。こんな感じです。まあ二重に折ってで先端を通して、で絶対抜かないようにねそのままの状態で元の本線の方あっちをね輪っかに通します。でまた輪っかができたのでそこに今度は一方の端の方を通します。で引っ張ればこんな風にしっかりとね結び目ができていいですね。ほどくときは簡単です。はい、こんな感じでね、まあやっぱりほどくのが簡単っていうのがね一番大事かなと。撤収でね結び目がねほどけなくなってねなんか苦労するって嫌じゃないですか。まあ、そういう意味でねこういう風にしておくといいかなと思います。はあ、いいね。完成したテントの中でくつろぐ瞬間最高ですね。はい、いいですよね。こんな風にですね外側に二股のポールを作ると内側にねワンポールとかと違って結構中広いし、あともう一本入り口でね外に引っ張ってますのでかなり広いんです。
ただね、弱点があるんです。外側のポールにするとですね、ランタンを吊るす場所がないので、暗くなると困るんです。こういうものを買ってきました。これセカンドストリートで1480円プラス税。一脚スタンドって書いてますね。これね、アルミなんで軽いんですよね。で、高さも伸ばすと1300ミリ、1.3 メートルもあって、で、重さも 0.7 キロ。めっちゃ軽いんです。アルミです。なので、あ、これ使えるんじゃないかなと思って。スマホ用のアダプターがついてます。だからスマホもね、幅が90ミリぐらいまでいけるので、かなり大きいやつでもね、いけますね。で、足をまず広げて、作りはね、良かったですね。1600円とはね、全く思えない感じ。で、こんな感じでね、伸ばすとね、めっちゃ高いです。まあ、ここまで高くなくてよかったんですけど、ただ、幕外にね、ランタンを置くときには、高いところにあった方が広く照らせるのでいいです。で、スームゼロですね、これね。あれをつけて、ちょうどね、下にカメラ三脚用のね、ネジがついてますので、ネジでね、固定できますから。ただ、これだとね、ちょっとランタンモードにすると、直接目に入る光がね、眩しいので、セリアのね、ランプシェードをかけときます。これがね、またね、大体ぴったりなんですよ。赤いやつだとね、こんな感じで。まあ、ちょっとコールマンっぽくてね、なんか赤いの赤いので好きなんですよね。ただ実はですね、赤いランプシェードって光を反射して地面も赤く照らされるんですね。だから焚き火の時は雰囲気があっていいんですけど、そうでない時は白い光の方がいいなと思って、で先日ですね、同じセリアのものに自分でシルバーで塗装をしてみました。こんな感じでね、上から見ると、スームゼロのね、ライトのところ、金属のね、引っ掛けるやつがちょうどね、避けてくれるので、こういう感じでね、結構いいんですよ。はい。ぴったりではないけどね、もう一回乗せると、まあまあ、普通はね、外れない、倒れたりしない感じです。で、幕内、ね、夜過ごすときには、中に入りますので、あれ持って入って、適当なね、高さに変えて、なんかグラグラしてますけどね。これだったらね、テーブルとかもね、置いてますけど、何か、スマホとかも見やすいし、食べ物なんかもね、きちんと色が見えるのでね、安心じゃないかな、というふうに思いました。これなかなかね、おすすめです。はい、立ち上がるとね、やっぱね、狭いんでね、中では座ってないといけないですね。ちなみにこういうタイプのキャンプ椅子、よくある。はい。なんか偉そうにね、ふんぞり返ってますけど。誰なんでしょうね。はい。すいません。偉そうに座ってるのはね、私です。あとね、風向きがね、変わって、よくね、キャンプサイトにもあると思うんですけど、朝起きたらね、出入り口の方から風が吹いてくると、ポールが細いとね、折れちゃったりするんでね。その時はここを開けましょう。ペグを外せば開きます。ポールがもう一本あればね、これで固定できるんですけど、まあ、あんまり増えるとね、もう荷物が重たいので、私は持っていかないんですけどね。で、ポールがなくても、まあ、風がね、向こうから吹いてると、ちょうど今ね、向こうから風吹いてたんですけど、こんな風にですね、はい、たなびいてね、風が抜けてくれるので、ポールに負担がかからないんですよね。だから、倒れたり折れたりすることもないので、まあ、風が吹いたらね、ペグを外しとけば大丈夫です。はい、風が止むとね、自然に閉じますね。ここ公園でね、もうちょっと暖かくなるとね、たくさんの方が見えてね、バーベキューしたり、テントね、張ってね、なんか自転車が、ダフォンかな、坂井チャンネルさんみたいな人いますけど、結構ね、人が増えるんですけどね、今はまだ、春先、2月だし、ちょっと寒いしね、今日曇ってたのでね、人は少なめなんですけど、こんな風にね、楽しんでらっしゃるグループキャンプ、ファミリーキャンプの方が結構いらっしゃいますね。はい、坂井チャンネルさん頑張ってますね。最後片付けるときですね。最初に言った通り、まずね、こうやって抜いた方が楽です。短くした上で、扱いやすくして、で、引っこ抜いちゃうんですね。ほどく必要ないので、単に引っこ抜けばいいです。はい。そしたらね、結び目がね、できるのかっていうとそうじゃなくって、こんな感じです。全部ほどけます。これがね、気持ちいいのでね、やっぱ結び方は大事です。私の場合は帰る前にね、もうテントもね、テントじゃないや、シートもね、乾かしてから片付けるようにしているので、こんな風にね、まあ、木にね、ロープかけちゃいけないとこもあるのでね、そこは注意してほしいんですけど、かけてよければね、乾かしてから持って帰ればね、家帰っても楽ということで、
家に帰って片付けするまでがキャンプですけどね、それをいかに楽にするかということで荷物を減らしたこういうキャンプ、いかがでしょうか。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。